よかった。それほど混んでなさそうだ。そうね、混んでいる時は待合室がいっぱいになるものね。早速お姉さんのこと受付で聞いてみる？ああ、呼び出してもらおう。ようこそうるすら病院へ。今日は外来ですか、それともお見舞いでしょうか？いえ、クロスベル警察特務支援課のロイド・バニングスと言います。今日は捜査任務のためにこちらに伺わせていただきました。ああ、警察の方だったんですか。捜査と言いますと、やはり例の魔獣騒ぎでしょうか？ええ、自分たちの方でも調べるように警備隊から要請がありまして、関係者に一通り話を聞かせていただければと。わかりました。そうですね、病院長は留守ですし、看護師長をお呼びしましょうか。その実はですね、個人的な知り合いがこちらに勤めていまして、その人がお忙しくなければ案内してもらおうと思いまして。なんだか緊張してますね。そりゃナースのお姉さんで美人とくりゃ緊張もするだろう。それはあなただけでしょう、ロイド。おお、綺麗な人、グラマーです。あら、セシルさん、ちょうどよかった。こちらは警察の方だそうで。いきなりごめん。先に連絡すればよかったかな。セシルネ、やっと、やっと会えたわね。お帰りなさい。本当に久しぶりね、ロイド。会いに行けなくてごめん。しばらくずっと忙しくてさ。それより、さすがに少し恥ずかしすぎるんですけど。いいから、このままお姉ちゃんに抱きしめられてなさい。背もこんなに高くなって、前に別れた時は私と同じくらいだったのにね。そりゃ育ち盛りの3年間だったし。なんていうか想像以上に甘々ですね。おのれ、ロイド、あんな素敵なお姉さんを。はじめまして、セシル・ノイエスと言います。どちら様かと思ったけど、ロイドの同僚さんだったんですね。
あ、はい、エリー・マクダイルです。どうも、ティオ・プラトーです。ランディ・オルランドス、どうぞお見知りおきを。よろしくね。でも私ったら慌てんぼうね。てっきりロイドが彼女を連れて遊びに来たかと思っちゃったわ。ちょ、何を言い出すのさ。だって3年ぶりでしょ。彼女の一人か二人くらい作ってお姉ちゃんに紹介してくれるのかなって。ひょっとして本当に付き合っているけど仕事だから隠しているとか。ごめんなさい、悪いことをしちゃったわね。あのね、それでどっちと付き合ってるの？エリーさん、ティオちゃん、それとも二人いっぺんにとか。だから違うってば。もしかしてそこの彼と。私もそういうのには理解のある姉でいたいから全力で応援させてもらうわ。いや、そこは反対するところだから。なんだかユニークなお姉さんですね。天然なところも素敵だ。それでセシルね、魔獣騒ぎのことなんだけど。うん、そうだったわね。市長から許可はもらったから私が説明させてもらうけど、一週間前の夜のことよ。うちで研修医をしている人が魔獣に襲われてしまったの。ただおかしなことがあって。警備隊の調書によると被害者の勘違いの可能性もあると書かれていましたが。そう、やっぱり半信半疑みたいね。私も詳しくは知らないけど病棟の屋上で襲われたらしいの。屋上？どういうことでしょう？病棟の屋上は庭園みたいなテラスになってるの。奥には先生方が詰めている研究棟なんてのも立っていてね。なるほど、要するに魔獣が出るような場所じゃありえないってことっすね。ええ、警備隊の人たちも最終的にそう判断したみたい。でもやっぱりどこか納得いかなかったんでしょうね。あなたたちに調査をお願いしているところを見ると。いやどうかな。正直そんなに期待されてはいないと思ってるけど。謙遜しないで。クロスベルタイムズを読んだけどすごく頑張ってるみたいじゃない。そうか、あの旧市街の事件か。ですが最新の記事には私たちが解決したとまでは。そうは書かれてないけど頑張ってることは伝わってきたわ。それにちょっと前までうちに怪我をしていた男の子たちが入院していたんだけど、お見舞いに来た仲間の子たちからちょっとだけ話を聞いちゃったの。あなたたちに大きな借りを作っちゃったって。そうだったんだ。面白い偶然ですね。いや、照れちゃうな。ランディさんはそれほど活躍してないと思いますが。でもそうね、この先は実際に被害に遭った人から直接聞いた方がいいかもしれないわね。うん、できれば紹介してほしい。それと実際の現場を調べておきたいかな。わかった、どちらも案内するから任せて。あとセシルね、時間の方は大丈夫？うん、ちょうど今は休憩時間になっているから。それじゃあまずは病院棟の2階に行きましょう。みんな私についてきて。はい、了解です。お供します。みんないきなりセシル姉に馴染んでるな。
この病棟という建物の2階と3階は病室になっているの。被害に遭った研修医の人は2階の病室にいるから案内するわね。うん、よろしく。この病室だけど他の患者さんもいるからあまりうるさくしないでね。ああ、大丈夫。話を聞かせてもらうだけだよ。それじゃあ入りましょう。うん、経過は良好のようだね。うん、これなら明日にでも退院できるだろう。本当ですか？ああ、嘘は言わないよ。退院したら覚悟するといい。君にやってもらう仕事を山ほど用意してあるからね。ヨアヒム先生、病み上がりの人間にそんな殺生な。裂傷と打撲と捻挫くらいで情けないことを言いなさんな。逆にしこたま休んで体力が有り余ってるだろう。うんうん、今まで以上にバリバリと働けるだろうさ。先生ってよく S って言われませんか？僕としては M の方だと思うんだけどね。もう何の話をしてるんですか？おや、あ、セシルさん。お二人とも、他の患者さんもいるんですから、あまり変な話をしたらダメですよ。子供が聞いたらどうするんですか？すみません。参ったな。おや、そちらの方々は？クロスベル警察の方です。その例の事件についてリットンさんから直接お話を聞きたいそうです。あ、なるほど、そういうことか。となると僕はここで退散した方が良さそうだね。他の病室を改心してくるよ。お疲れ様です。サボったらダメですよ。水辺の方で釣りとか。聞く。いやいや、滅相もない。それじゃあ失礼。今の人は？ヨアヒム先生といって准教授をされている方よ。とても優秀な先生なんだけど、少し趣味人すぎるというか。それでリットンさん、お時間をいただいても大丈夫ですか？あ、ええ、それは構わないですけど。でもどうしてクロスベル警察の人が？警備隊が調べていたんじゃなかったのかい？それが警備隊の方でも手詰まりになったらしくて、自分たちも捜査協力をすることになったんです。そうなのか。やっぱり僕が夢を見たとか思われてるのかな。それとも無遊病？いやいやいや、そんなわけが。そのできれば改めて聞かせていただけませんか？1週間前の夜起きたことについて。ああ、そうだな。あれは研修レポートを書き上げた深夜のことだった。その研修レポートというのが気難しいことで有名なラゴー教授の指導研修のものでさ、もう全神経を集中する勢いで徹夜で書き上げたもんだから、正直意識は朦朧としてたんだ。意識は朦朧としてるんだけど、なんかハイになってるっていうか、そんな状態で夜風に当たっているとその声が聞こえてきたんだ。記憶があるのは実際にはそこまでなんだ。翌朝、用務員さんがズタボロになって気絶した僕のことを発見してくれて、それで緊急入院して今現在に至るというわけさ。なるほど、状況は一通り把握しました。襲ってきた魔獣どもの姿ははっきりとは見てないのか？いや、恥ずかしながらショックで気絶したらしくてね。
真っ赤に光る目と白い牙、それと黒っぽい毛並みくらいしか覚えていないんだよ。ただ警備隊も確認してたけど、狼っぽいと言われたらそうだと思う。なるほど。その傷の方はどうだったんですか？うん、右肩のところに牙で噛まれたような跡はあった。逆にそれ以外の怪我は打撲とか捻挫とかくらいでね。多分噛みつかれた後そのまま床に引き倒されたと思うんだけど。なぜか魔獣はそれ以上あなたを襲わなかった。つまりそういうことですね。そうそう、そうなんだ。本当なら食いちぎられてもおかしくないところなのに、おまけに場所が屋上だろ。もう警備隊の人にもうさんくさい目で見られちゃってさ、しまいには夜中フラフラ街道に出て魔獣に襲われたんじゃないかって疑われる始末だったよ。でもあなたが発見されたのはこの建物の屋上ですよね。襲われたパニックで屋上まで逃げてから気絶した。その可能性はゼロじゃないかもな。それはさすがに無理があるんじゃ。もうリットンさん、襲われたあなたがそんな自信のないことでどうするんですか？あ、いや、そのすみません。でもね、説明がつかないことをそのままにするのも嫌じゃない？だったら自分の記憶が曖昧になってるって考えた方が気が楽っていうか、というかもし本当に魔獣が屋上なんかに現れたんだとしたらちょっと怖すぎない？気持ちはわからなくもないですけど、でも本当にそうだとしたらちゃんと対策を考えないと。ご協力ありがとうございました。自分たちの方でも襲われた現場を調べてみます。 ああ、よろしく頼むよ。ちゃんとした説明がついて対策できるんだったらそれに越したことはないからね。さてと、ここの屋上だったな。ああ、まずは襲われた現場に行ってみよう。セシルね、時間の方は大丈夫？そうね、そろそろ休憩時間が終わっちゃうかも。でもせめてリットンさんが発見された場所までは案内するわ。うん、よろしく頼むよ。